こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。デトロイトじゃなかった。ごめんなさい。速攻でタイトルミスった。今日からヘビーレインという、デトロイトを開発した同じ会社のゲームをやっていきます。デトロイトが2018年のゲームで、これはどうやら2010年の映画なので、ちょっと前回よりも画質がね、古い感じになっているというもんですね。はい。ごめんなさい。昨日の昨日までね、デトロイトやってたんで、タイトルコールやっちゃったね。もう速攻でミスるという、ご愛嬌ということでお許しください。はい。でね、いきなりパンイチの中年のおっさんのね、動かさせられるってすげえ爽やかな顔してる。いいな、グリーンの瞳って。どうなんだろう、これは。なんか若干わかりにくいけど、デトロイトと同じ歩き方だね。何朝の11時20分ちょっと遅めのおはようございますだね。うん。で、何パンイチで、自分自宅だという家、庭のベランダ出てプラプラプラして、お、バスケットゴールある。羨ましい。いつでもバスケットっていうかね、シュートが打てる環境であることがもう何よりも羨ましいね。なんだろうな、オープンセサミ。あれ何も着ない。なんで Why? プレイスホルダー。ちょっとね、動けない。何、なんかシャワー出てきた。I better take a shower and get dressed before I go downstairs. なるほどね。朝シャー派なのね。なるほど、了解。シャワー浴びたら入ろう。なんか顔にモザイクかかってるけど映っちゃいけない何かが映ってたとかなのかな。とりあえずちょっと部屋の中を調べて、まあまあいい体してるよね。40代くらいのパンイチの男が迫ってくる。なんという恐ろしい。特にないか。じゃあ、手紙を。Gone shopping.I'll pick the kids up from school at lunchtime, and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. 立ち上がれ。じゃあ、操作性はあれだね。デトロイトと同じっぽいからやりやすいね。なんかある。鳥。ピュピュ。ああ。そろそろ君をサムゲタンにしてやろうか。こっち。トイレ。ウォッシュレットはない。じゃあ続きまして、じゃあ、なんかあるから。あ、歯磨くのね。チューブから、チューと。これってどんなゲームなんだろうな。さっぱり、こう、ちょっと、想像がつかないんだけど、いきなりおっさんの歯だ。あれ、コントローラーを、でもダメ。右スティックでいけたね。コントロール取ってもダメだったから右スティック。で、ちょっといきなりね、パンツ一丁のおっさんが出てきてね、それを操作してくれって言われてもね、一体何のゲームが始まるのかっていうのは全然予想がつかないんだけど、一体どうなるんだろうね。コップ使いなさいよ、飲むときくらい。あ、いいのね。はい。続きまして、鏡で、今日のスマイルチェック今日も俺の瞳は輝いてるぜ、ベイビー。っていうのはどうでもよくって、何こんな男子を、あ、違うな、電動ひげ剃りか。プレイスホルダー。ね、いて。ん？あれ、ちょっと、ひげが剃れない。あ、ゆっくり行きましょうってやつだったね。ゆーく、痛い。ゲンダーって言われそう。ゆーっくり剃りましょう。左サイド攻めを終わって、そして続いて右サイド45度からペネトレーションをかましていく。一気にゴール下まで駆け抜けて、そしてリバースレイアップ決まった。オッケー、今日も俺のヒゲはバッチリだぜベイビー。っていうところから、隣は多分シャワールームなのかな。これは何、浴槽とか。でもそれっぽい感じはしないよね。ああ、オッケー。あ、すいません。ちょっと待って、何このシーン。いや、あんま嬉しくないな。あんまってか全然嬉しくないな。どうせなら若いお姉ちゃんのね、シャワー浴びるシーンがね、しかも、どうせなら映すところ、同じところ映してほしいな。脇毛とか胸毛とか見ても面白くないもんね。どうですこれ、もし若い女性のご視聴者がいたとしたら、どうだろう、多分、ジェイソンって、
まあ、子供がいるってことなんで、まあ、ちょっと既婚者のフェロモンムンムン の, あの裸を見るのが興奮するもんなんですが、なんか既婚者はね、ある一定の層のその何て言うんだろう、支持を受けるみたいな話はよく聞きますけど、本当なのかな。僕既婚者だけどそんな経験が一度もないんで、あんまり信じてないんだけどあ、見える、見え、安心してください、履いてますよ、緑色ね。てか、とりあえず終わりました。じゃあまた服着替えに行ったらいいのかな。プレイスホルダー、洋服、昼、 I'm as clean as a whistle. シャワーも浸し、 I should get dressed before going downstairs. なるほどね、下に行っちゃいけないのか。あ、なるほど、 L2 でやることが昼、 Nothing like a refreshing shower. もう昼だ、もうすぐグレースとか。 I almost feel awake. パンツ一部で子供の部屋をフロールする変態親父インディアンで、二段ベッドは分かるけど、まあ、そのくらいの小さい子供が二人いるんだろうけど、ちょっとこの二段ベッド怖いな。上柵ないもんね、落ちたら終わりだよね。てか下も柵あった方がいいと思うんだけど、ベッド何これは。おっと、ここでパパの能力発揮しちゃう、ジャグリングやるよ。ふいふい、四角、三角、丸、バツ、四角、三角、丸、オッケー、上手、もういい、飽きた今回何が難しいって、今パッとできたけど、多分ね今後 QT みたいなのがもしこのゲームで出てきたとしたら、今使ってるコントローラーが ABXY 型になってるから、とっさにね丸が B とかってのが多分わからないんだろうな。ズボン履く、このゲームは一体何なんだろう。まあ、デトロイトにつながるってこと、まあ、つながるっていうか、その同じ会社がやってるってことを考えると、まあ、多分ヒューマンドラマとかなんだろうな、とかマルチエンディングとか、QT が急に現れたりとか、なんかちょっと重くて暗いストーリーが描かれたりとか、そういうオチになっていくんじゃないかなと思うんだけど、とりあえず今、現時点では、中年のおっさんが歯を磨き、ひげを剃り、シャワーを浴びて、そしてパンツ一丁で子供の部屋をうろついてジャグリングしてっていう、ただの日常を描いてるだけっていう、状況が変われば、何、Nice day outside. 外はいい天気だ。 Maybe I could squeeze in a little garden time. で、それから、I've got some time before Grace and the kids get back. Better get some work done. とりあえずなんか、ああ、やっぱ朝起きてね、何も食べてみてね、腹ごしらえからしないとね。シャインマスカットは正義。食べたことないけど。巨峰とかそういう気はすねえや。まあまあ、食べりゃ美味しいんだけどね。外で遊んでるのか子供たちかな。でもそれっぽくはないよね。ああ、なんかすごい見てる人たちがいた。続いて冷蔵庫を漁ります。お、ジェイソンの誕生日ケーキがあるけど、その下はなんかあるね。でケーキもう一個ある、二つも出すの、すごいな。とりあえずなんだ、あ、なんかシャカシャカ果汁 100% だね。オレンジジュースっぽいね。そしてそれをワイルドにコップに注ぎなさいよごめんなさい、一緒に飲んでたで続いて、まだ飲むの、何、冷たいのでお腹ピーピーになっちゃったからあったかいコーヒーでも飲んでって。でもさ、お腹が冷えてる時にそのコーヒー、カフェインみたいなちょっときついもの飲んだらよりピーピーになるじゃないか。 OK 面白いね、今お腹の中ちゃんぽんになってると思う、コーヒーとね、オレンジジュースで。で、あ、結構飾り付けとかももう終わってるんだね。へえ。庭を覗く。で、ああ、天気もいいし、庭に出てみるかって。古いゲームなのか、若干なんかカクつくね。お、剣、チャンバラ。いいな、その剣道とかさ、あとはその武道って言ったら、あの空手かキックボクシングを習いたい、ただ近くに調べてみたんだけど、それらしき道場とかそういうの全くなかったんで、まあね、今時だって YouTube とかでいろいろと調べられるから。って広庭、めっちゃ広いやつがさすがに登れないか。誕生、なんかいっぱいある。
It's almost lunchtime. Grace and the kids will be back any minute. I hope Grace found a present for Jason's birthday. Maybe there's something on TV. I could just relax on the couch until Grace and the kids come back. How about some music?今から読書タイムです。少々お待ちください。もうここなんかあれだね、しばらくお待ちくださいの、なんかピーヨン入れながらやっていくような、すげえ細かいやつな顔だけど。一通り読み終わったみたいですんで、はい、じゃあ続きまして、なんか、あ、そうか、なるほどね、テレビを見ようみたいな、あれか。じゃあリモコンつけて。何の映像だ、なんかアニメーションか。トッツァン出てきた。あ、トッツァンじゃなかった。いや、ちょっと待って、テレビは、いや、トッツァン出てきたと思ったら全然違ったね。なんかワイルドなおじさんが出てきただけだったね。続いてこっち、帰ってきた。おー、かわいい。子供たちが帰ってきたみたいだね。さあ、出迎えてやるか。Hey, take it easy. You're gonna knock me over. So this is your big day, huh? Am I grown up now? Ten years old. That's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? And I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? I'm coming. やっぱやめた。いたずらのとか。いや、すげえ抱えるな。ああ、いいね。こういうアメリカらしいところ好き。週いつしただろうな、最後な。そんな話はどうでもいい。They've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. そりゃそうだろうね。年に1回のさ、誕生日さ。How's your day been? Managed to get any work done? 全然仕事してないや。Not really. I tried, but I didn't really nail it. I hope I get inspired because we're supposed to be presenting the plans to the client next month. おもむろに仕事が始まったよ。そして外で子供たちちゃんばらしてるよ。いいな、子供たちがさ、なんかこう遊んでるところでさ、読書してみたりとかさ、こう遊んだなんて自分も仕事してみたりとかっていうのがすごいいい感じだよね。砂漠すす、何書いてるんだろう。あ、ちょっと待って、あ、押したでしょ、押したよ。プレイスホルダー、プレイスホルダー、もうやる気しねえわ、マジで。ほんと操作してるやつミスりやがってと思ってるのかな。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。ああ、OKOKOK、書きました。ああ、続き書いたね、よかったよかった。何を書いてるんだこれは。って建築の本を読んでたし、これでいくと建築物なのか、もしくは紅の豚ポルコの飛行機なのか。一通り終わったんで休憩と思いきや、もう一回やる。焦るなよ、焦るんじゃないで、ゆっくり、そう、ゆっくり、しっとりと濡れるまで待つんだ。そうだ、ゆっくりと
そして、三角を長押しの L1 を長押しの、今回分かりやすくてありがたい。あの L1 とか R2 とかっていうのが今回分かりやすそうでいいね。前回のデトロイトって RT とか RB だったから、どっちがその1でどっちが2なのかっていうのがすげえ分かんなかったんだよね。ただしその代わり丸×三角四角と ABXY だから分かりにくい。なかなかシビア。 OK、 まだあんの？書いてあるの全部消しちゃうの？了解、消しましょう。すごいぼやけてるけど、カメラワーク発揮しようとして、三角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 。これでもある意味その丸×三角四角の位置が覚えててよかったなって思う。プレステ3とかプレステ4一応やってるからね。プレステ3は家にあるコントローラー全く言うこと聞かないで永久に十字キーが動いてるけど。だから分かるかな、バイオハザード5とかバイオハザード6やったことがある人は分かるかもしれないんだけど、消したのに周りを描くのにすげえ立体に描くらしい。そうそう、バイオ6はね十字キーで武器を変えるんだけど、永遠に武器変え続けて一向に銃を撃つことができないまま敵に囲まれて終わるっていうね。もうそこで武器変えるなーみたいな時に武器変えるんでね、壊れたコントローラーそんなもんですよ。まだやんのか。そしてすげえチャンバラしてんな。 R1、 あ、なるほどね。最後にサインを入れて完了。 The plans are coming along nicely. E さん、 should be finished by Monday. E さん、 E さん、 Winters、 バイオセブンとエイトの主人公出てきたよ。E さん、 E さんってなんだろうな。ってことは最後は爆発し死ぬのかな。何したらいい。Finished. Now I can relax and seize the day. I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's pals arrive. Can you please help me? She's more goddamn beautiful with every passing day. There should be plates in the living room cupboard. Okay. No problem. Leave it to me. Living room から お皿を取ってきて。 お皿ってどこ？ これ。 ああ、これか。このとこに皿入れてる。 That door is always sticking. Give it a big tug. あいよ。よし、OK。 お皿を何枚いる？ That's the set my mother gave us. Be careful, okay? Don't worry. I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Hey, Ethan! You said you were going to be careful. I'm sorry. I'll be more gentle. ごめん、ごめん。そってやるよ。Ethan, I know. I'm being careful. 気をつけるよ。うそーん。シビアすぎるでしょ。うわー、これであれじゃない？評価下がってブチブチじゃない？子供たちだぜ。うい、子供たち、バスケットボールしようぜ。I think I'll go outside and play with the kids. 外で子供たちと一緒に遊ぼうかな。That's it. I'm free as a bird. よし、これでパパも自由だぞ。 Hey, 5 minutes, boys, okay? ねえ、5分だけよ、いい。After that, we've got to eat because your friend's gonna be here soon. Okay, we promise, mom. 食べるじゃないの、子供たちと。Who wants to go first? Me first! No, me first! 僕だよ。 Easy, fellas. You can both have a turn. 順番だ。じゃあ、誕生日だから君から行こうか。 All right, Jason. Let's do the helicopter. お前ヘリコプターだ。でも肩脱臼しないから。うわ、いいな、子供の、うわ、自分の娘にやりたい。でもさすがにまだこれをやるほどの大きさではない。何せまだ8ヶ月だ。さすがにそれをやったら脳がえらいことになっちまう。くるくるくる。 It's my turn now. It's my turn. OK、 じゃあお前は肩車だ。ウィー、よし、四角Okay. Okay, Sean, get ready. Here we go. Here we go. Wait a minute. Daxo. なるほどね、こうやって想像するのね。
めっちゃ楽しそう、いいなぁ。いいなぁ、早く娘ちゃんを肩車できるようにしたいね。うん、肩車とかね、おんぶでね、こうしがみついてくれるのってね、ちょっとね、パパとしてのね、憧れがあったりするよね。うん、そうです。パパチューバーでございます。よし、じゃあ、終わり。楽しかった？ Come on, Dad! Show some strength! いいね、肩伸びてるね。腕にぶら下がって、おい。Be careful, hang on. 確かに筋肉すごいな。よっしゃ、行くぜ。ありゃパパをなめるな。うい。37、8歳くらいって感じするな。どうなんだろう、40いってないか、やっぱり。まあ、中年のおっさんに変わりないんだろうけど、ヒロシさんよりちょい上くらいの感じかな。の話でしたね。で、お戦いが始まります。This time you're done for. You're gonna pay for all your crimes. だいたいパパって悪者になるよね。Surrender, weakling. Say your prayer. 命乞いするがいい。フェア、勝っちゃった。ダメじゃん。絶対やる。Jason. 負けろ負けろ。そうそう。That's nice. Jason. もう結構くらいは。パパとして負けなきゃいけないよね。Attack! Attack! Yo! Yo! やられた。だがまだまだソロ程度じゃパパ負け。うわ負け、何素早いな。ノリア、やるなジェイソン。ふわほらジェイソン、ドワーンドワーンドワーン。いや、グッド。貴様の聖剣を素早く、今やるなやるな。じゃあうわゴージェイソン。だが最後に勝つのはアンデラマ。おかこ。My life. なんかちゃん。ジェイソンに勝っちゃって、ダメじゃん。Good ready kids. You come in. だいたい5分くらい遊んでたから、その場に置いていいんだね。息子に勝っちゃったよ。ちょっとなんか罪悪感。ごめんね。Sean? Lunch is ready. Sean? I'll go get him. あれ Sean? ああ、ジェイソン and Sean か。ショーンどこ行った？ショーン？ Why isn't Sean at the table? He should be around here somewhere. 家の中にいるはずなの。え、ショーンどこ行った？二階か？二階、え、あの一瞬で見失う？二階行くとしたらさ、ショーンなんで二階に行くの？ご飯よとかってなるよね。ならない。え、どういうこと？どういうこと？あ、いた。あれ？鳥がいない？Sean? Sean, どうした？ What's up? It's Merlin. え？ He's dead. え？どういうこと？どういうこと？え？何が起こった？ He's dead and it's all my fault. 何した？ No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. 違うよ、お前のせいじゃない。I'd give anything if you could come back to life. You know, Sean? なあ、Sean。世の中には避けられないことがある。There's some things just have to happen. 自分が望んでなくてもね。It's not fair, Dad.そんなの変だよ。It's not fair. おかしいよ。It's not fair. I know. そうだね。おかしい。I know. え、ちょっと待って、何をしてそうなったん？あの一瞬で？全くもってわからん。一方その頃場面が切り替わり、誕生日会わい。誕生日会がなく。シーンが切り替わりましたね。これもあれか、なんかチャプター制ではないのか。チャプター制じゃないっぽいね。まあチャプターなんだけど、その切り替わるあれがないみたいなね。ピエロ。I'd like to have a quick look at some shoes for Sean. Can you watch Jason for a minute? I promise it won't be long. Sure, no problem. Ah, いいよ。じゃあ、We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey. なので操作できるようになったら一旦ここで終了しましょうか。はい。後ろですげえ怪しいショートカットの女の人が見てたね。やっぱでかいな、ショッピングモールもね。Jason! Jason!
じゃあ、まあ、義理のいいところなので、セーブができてるか分かんないんですけど、セーブができてなかったとしたら、まあ、ちょっとこの25分間やり直すところになるんですが、一旦ね、ここで区切りたいと思いますんで、まだまだゲームの展開が全然分かってないんだけど、まあ、ここからまあ、デトロイトみたいに面白くなっていくんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。